男の子は6歳の時、飛行機事故に遭った。乗客のほとんどが死亡した大変な事故だった。救助された人たちも間もなくして全員が亡くなってしまった。その男の子とそれから、偶然隣に乗り合わせた女の子を残して。奇跡的に命を取り留めた二人。けれど、女の子は意識が戻らない。男の子も左手以外は全く動かなくなってしまった。男の子は隣に眠った同じ境遇の女の子を世界でたった一人の友達と思うようになった。彼女が目を覚ましますように、そう祈りながら、折り鶴を左手一つで懸命に折り続けた。女の子は容態が急変してしまう。次の朝、男の子は女の子が遠くに行ってしまったと聞かされる。それから2年。少年は誰とも口を聞かず、ただ黙って折り鶴だけを折って暮らした。まるでそれを折り続けることが彼の人生に課せられた重い責務であるかのように。少年は、少女が死んだと勘違いしているまま。しばらくして少女は戻ってくる。そして少女は少年に、全身を機械の体にすれば元気になるという。少年は少女に言う。君は機械の体で折り鶴が折れるの？もしできるなら僕も全身を機械にしてもいいよ。少女は鶴を折れなかった。髪は破けてしまった。少年は落胆し、こう言った。死んでしまった少女のために鶴を折ることもできなくなるなら、このままでいい。少女はまた、少年の前からいなくなってしまう。しかし、少年は体を機械にすることを決意する。少女に会いに行くために。時は経ち、少女は大人の女性になる。あるお店で老婆と話しながら紅茶を飲む。大人になったその女性は角砂糖を包んだ小さな小さな包装紙で完璧な鶴を折る。